カリーム・アブドゥル・ジャバーは、史上最多の6度の受賞を誇る NBA 最優秀選手賞は、NBA で、レギュラーシーズンに、最も活躍した選手に授与される賞。レギュラーシーズン終了直後に、ジャーナリストら及びファン投票枠による投票によって、選出される。プレーオフ以後の最優秀選手には、NBA ファイナル最優秀選手賞が設けられている。 初選出は1955から56シーズンのボブ・ペティット。最多選出は6回の受賞を果たしたカリーム・アブドゥル・ジャバーで神様と歌われるマイケル・ジョーダンはビル・ラッセルと並んで第2位の5回。連続受賞はビル・ラッセル、ビルとチェンバレン、ラリー・バードの3名が記録した3年連続。2000から01シーズン以前の受賞者はすべて バスケットボール伝道入りを果たしている。また、規定にはないが、いずれもシーズン50勝以上を記録したチームから選出されており、一つの目安になっている。また、レギュラーシーズンの最多勝利チーム、もしくは最高勝率チームから選出されるという規定も存在しないが、1987から88シーズンのマイケル・ジョーダン以降の受賞者は全て最低でも、 地区優勝以上のチーム成績を収めたチームの在籍者である。2015から16シーズン受賞者のステフィン・カリーが131票すべてで1位表を獲得するという史上初全会一致で選出された。過去の最高投票率は1999から2000シーズンのシャキール・オニールと2012から13。 シーズンのレブロン・ジェームズが1票だけ逃した120票の99.8%だった。また2014から15シーズンまでは匿名投票だったが2015から16シーズンより廃止となった。2016から17シーズン受賞者のラッセル、ウェストブルックが史上初のシーズン平均トリプルダブルでの選出となった。 1961から62シーズンのオスカー・ロバートソンはシーズン平均トリプルダブルを達成したが MVP 受賞はビル・ラッセルであった。ビル・ラッセルは5度、ウィルト・チェンバレンは4度受賞、マイケル・ジョーダン・ティム・ダンカン・レブロン・ジェームズ・ステフィン、カリー・ヤニス・アデト・クンボ。ありがとうございます。